いいですよ。最初からもう、カスタムできなかったです。これは、ビビンバーで行ってるの。札幌とか。あ、上がってるんですか？あ、いいですよ。また上がってるんですか？あ、いいよ。大丈夫。広いですね。うん。ハンドルのね、この高さのこれで調整できる。ここで少しこう下げるとかこうなるとかっていうのは、あれ切っちゃったんだ。あ、大丈夫ですか。 シングルで乗ることできるし、例えばちょっと2人乗りしたい時だけこれつけて出立ちゃうので、すれば結構もね、ここら辺もねブラックでも全部統一してるし今。前だったらここがメッキで後ろだけブラックだから、あったけど今もうこれ完全に出来上がっちゃってるから、一時期読んだからすごいパワーよ。もうびっくりするぐらい。 やっぱりこうツーリング行った時っていうのはね、峠もあるだろうし、
多少を誇示する場合もあるから、それに加速力、うん、それに関しては進むのもあるから、これは。ABS もついてるから楽ですよ。こう止まってくれるから、こう振らなくなったから、前後ついてるから。ライトも LED だし、やっぱりミリウォッキーになってからね、パワーが全然違う。昔はどうしてもノッキング車。いらっしゃいませ、こんにちは。どうも。ノッキング車だった。そのノッキングが長く、このミリウォッキーの位置。あ、そうです。こちら。昔はツインカム、ツインカムって、ずっとツインカムで乗ってないでしょ。ミリウォッキーになってからもうそういうところの回転数が800まで落として、やっぱりそこからの加速力が今ならどこどこってこう下がると、はい、なってたものが加速力がガーッと上がるようになってくる。すぐツーリングしやすいとか、そういうふうに長く乗れるとかね、うん、結構いいとこまで出来上がっちゃってるからね、今の春は。一生のバイクにしましたね。だから最後のバイク、皆さん長く乗る場合だったら、私もこっちのタイプを勧める。固定となるとどうしても内外に行くから、かっこいい、これが揺れ、はい、要するにヘッドを冷却してる、今まで空冷なんだけれども、もともとはオイルくらいよくつけてたけども、これも最初からヘッドを冷却してるから熱だれがないです。昔のエンジンっていうのはもうどうしても熱だれあったり、よく後ろ熱い熱いとかって言うけど、これはもう冷却効率だから熱は出るけども、昔みたいなエンジンとは全然違う。耐久性のもう今のやつあるから、先ほど言ったようにその保証も3年間つけてるし、いろんなメリットっていうのはもうメーカーの方でも買ってからなんですね。安心して安全に、そしてなるべく購入してからお金かかんないので、皆さん長く乗るから、晴れはイコール、その代わり長くはフニクレジット組めるっていう理由はね、一つは価値が残るんです、晴れ、普通の車だったら5年経ったら7年経ったらガーンと下がってしまって、10年たらもうゼロだよ、だけども十何年乗ってもう晴れて、残価がすごいんですよ、価値観が。だからあえてローンがね長く組めるっていう形になってるんですね。一つの財産さ、はい、自分の。いやあれはだって後ろ。今このウインカーも、ウインカーの中にテールランプちゃうでしょ。前はここにゴチャってね、大きいずつ。今もスリムだって。今はもうクロム、ブラッククロムはもうほとんど流行ってきてるから、レザーだからエンジンからフォークから全部、昔はこれどこも全部塗ってたんですね。今もうメーカーからこうハンドルも全部そういう風に一体感でデザイン的にもう捨ててきてるから、ここだけちょっと密封残したっていうのもまたいいわけですね。ここだけで
級でも言った CC バーサービス分あるから、はい、そこから CC バー入れてもこれ入れて負担は1万ぐらい、うん、だから月々はそんなに、はい、クリスの方を直したの、はい、うん、うん、うん、いや、そっちで処理して、うん、直接お客さんに連絡して